的英语文字，今回ですね、前回の通気点火、今回はですね、リングの紹介をしたいと思います。リングで、まあリングはですね、意外と長かったり、読むのがしんどかったですね。けど面白かったです。これは、英語より面白かったと思います。リングのね、山村貞子が出てくるやつですね。いや、ストーリーとしては、呪いのビデオを見ると一週間も一緒にってやつですね。で、そしてそのリングシ、続編のね、螺旋もあります。で、螺旋はですね、ちょっと読むの苦労しましたね。と、長編作ですね。僕にとって初めての長編小説でしたからね。けど、なんかリングウイルスとかいうね、とにかくこれもですね、まあ面白かったですね。はい。で、リングはですね、血とかはあんまり出ないんで、ホラー苦手だなという思う人にも、おすすめできますね。まあ、ただですね、貞子はテレビから飛び出していたので、本当すごかったですね。で、こちらはですね、高城さんのやつですね。リングというやつですね。こんな感じです。こんな感じです。リング2にもなれますね。読みます。で、ですね、ループは持ってないんですね。でも、リングゼロならバス、リングゼロ、バスでいいですね。バスで。これはですね、あれ、意外と普通にありました。サクサク進みましたね。面白かったです。で、ね、ずっと前、映画で見えたんですけど、こちらですね、サダコ 3D。こちらはですね、映画で見たらね、本当面白かったですね。もうちょっとね、最高の出来でしたね。何でしょう、 3D メガネをかけてね、スクリーンからスライコの手が飛び出してとかね、本当もうすごかった。もうサラコの木掴まれそうな感じでしたね。で、小説はもう映画とね、全く一緒、いや、少し違うストーリーですけどね。あ、正直面白かったです。なんかあれ、山村さんこう作ろうっていう感じなんですね。この沢田誠二って人が、アーティストで、でもあれ、ある日なんか本当に、アーティストってなんか動画でパソコンの家って、やつですけど、始まり人気あったんですけどね、後で人気がダメになって、でもその人が復讐するために貞子を作って、このような地獄に変えてやるっていうようなね、感じのストーリーですね。はい、おすすめですね。これそれこそレディも普通にね、サクサク見ましたね。だからちょっとね、リングも面白かったよね。螺旋ほんと長かったからですね、ちょっとあんまし本読むの好きじゃないっていう人にはあまりおすすめできませんね。こんな、はい、まあ全て、おすすめなんでね。まあ、リングと貞子それにはね、一番おすすめしたいやつです。でも、これで、まあ、以上ですね。ありがとうございました。